今江監督ぶち切れる。2024年シーズンより東北楽天ゴールデンイーグルスの監督を務める今江俊明、40歳での就任は平石洋介の39歳に次ぐ2番目の若さとなり、就任時点で12球団最年少の指揮官となった。そんな今江が中継ぎ以降の投手に対して苦言を呈した。ことが起きたのは2月13日のロッテ戦で、投手陣が被安打12で5失点し練習試合で敗北。この結果以上に問題視したのは2番手以降の投手で、休止四球もしており、今江は中継ぎ陣は残念、ゾーン内に投げ込めないとマウンドに立つ資格も難しくなると制球力のなさを叱責した。この試合で先発だったうちについては2失点ながら無四球だったのもあり、今江はゾーン内にしっかり投げ込むというテーマを実行していた。打たれたり点を取られたりはしたが、次の登板に生かしてくれればと評価していた。監督就任からチームの問題が浮き彫りとなり、